島田伊佐を明治33年3月20日は、新選組大使、主営新選組大長、島田とも言う。後に、先駆けの君を、先駆けと改めた。意味名は義明、家紋は丸に三つ鱗。文政十一年、美濃国宝剣軍有総村将や、近藤家門の次男として生まれる。幼い頃、羽栗軍石田村、長名は半左衛門の養子となり、 犯罪門史語は、厚見郡日野村にいる、母方の祖父、川島かえもんに預けられる。その頃が、剣術修行に目覚め、名古屋城内の午前試合で優勝し、大垣藩の島田祭に見染められ、養子となり島田家を継ぐ。江戸に出て心形刀な流、坪内一馬道場で修行し、そこで、師範大を務めていた、長倉新八と知り合い、親しくなる。 長倉と京都で、いつ頃再会したのかは不明だが、すでに労使組に参加していた彼の後を追い、文久3年5月頃に、三浦老子に入隊。まもなく改名した、新選組で、諸子懲役権観察の任につく。また、副長の肘方都三の徹底した待機の取締りによる大使の粛清当初以、裏の土方の汚れ役も担っている。元年月には、 諸子懲役権観察の能力を存分に発揮し、池田屋事件の発端となるこ,こを春太郎捕獲に貢献している。その後の組織再編で、五長も兼任する。慶応3年11月の油の工事事件では、服部武雄と戦っている。同年12月18日、五両英志残党による、近藤勇襲撃では、近藤の護衛として同行していた。馬上で狙撃された。 近藤の馬を走らせ、命を救ったのは島田である。慶応4年に1月3日、賭場、伏見の戦いでは、長倉らと決死隊を組織し敵陣に切り込んだが、敵の銃撃が激しく撤退。その際に、重装備の長倉が土兵を乗り越えられないのを見ると、自分の持っていた銃を差し出し、これをつかめと指示して、持ち前の怪力で彼を、土兵の上へ軽々と引き上げたという逸話がある。 その後、函館まで母親戦争を戦い抜いた。島田が勤めていた西本願寺大頃を明治2年5月に降伏。11月まで近親生活を送る。その後、名古屋藩に預けられ、近親が解かれると京都で剣術道場を開く。この間、新政府への出資の話や江本竹明が急行を温めたいので、 宿舎まで来てほしいと面会したいと伝えたのに対し、会いたいという奴の方から出向くのが筋だろうと、断ったという。明治19年、西本願寺の夜間警備員となる。明治33年3月20日、勤務先の西本願寺で倒れ死去。去年73、葬儀には長倉も3列した。墓は、東大谷墓地にあったが、現在は亡くなり。 遺骨は大谷祖病に納骨してある。ありがとうございます。